ザーカモシです。どうも、サクサクミルク赤崎です。よろしくお願いします。はい、ちょっと声がザキさんすごいですけども、今回しゃがれちゃってますけどね、すいません。ラーメン太郎大盛りの陣というところ行ってまいりました、はい。JR 大盛り駅から、まあ、すぐのところに、あ、1分そうなんです。あ、近い。以前お邪魔したあのニンニク辛い二郎系の一角であるラーメン太郎五反田の陣の大盛りの店で、こちらが1号店なんですよ。こちらがね、なるほど。そうというわけでね、食券見ていきますけども、はい。基本的にはこのラーメン、まあ、大豚とかありますけども、うん、と混ぜ太郎の2種混ぜそば、はい。でトッピングするときはですね、この50円の券があるんですけど、はい、これをですね、まあ、1枚買うか2枚買うかによって、この玉ねぎだの、味玉だのトリュフオイルみたいなの変わってくるんで、同じ食券でも、そうそうそう、なるほど、どっちか選んでくるね。というわけで時間、今回混ぜ太郎にいたしましたね、野菜肉油辛めを全部マシマシにしまして、魚粉プラスチーズ100円ということで2枚買っておりますね。ボリューミーな、ボリューミー。これしかも23時というもうカロリー摂取にはね、持ってこいの時間に、持ってこいなのそれは、ね、もう買っておりますけど大丈夫かな。いっぱい吸収するためにまずは野菜とチーズからね、はい。うわうまそうですね。もうシーザーサラダみたいですよね。いやいや、そんなヘルシーな感じかな。パルメザンチーズなんでね、てっぺんの野菜美味しく彩っていただけております。あのチーズの味味わいとして結構深い方のチーズですね、はいはい。写真で見る分にはそんなに野菜の標高高くないですけども、いや結構多いですけどね。ああそうですか、はい。平べったい感じでね、ボリューミーな、ギュッと入ってる系なんでね。なるほど、もう感覚がもう感覚がもう入ってますね。通常のラインが上に来ちゃってるからね、うん。で激レアのこの細切り豚でございます、うん。まあ肉質感もあります。こうムチムチ系のややギュチでした。ギュチ。そんなことよりですね、食べやすいんですねこれね、うん、食べやすい、それが一番の利点。美味しい。まあまあまあ、これカットしてあったらやっぱりね、他の店だとあの豚と野菜こう一緒に食べちゃうと、やっぱり豚の濃さとか大きさでどうしても野菜の味わいをあのバランスよく食べられないんだけど、うん、俺の今日はあっぱれというか。なるほど、バランス良かったと。バランス良かったですね、うん。まあ、そして麺をこう引き上げていきますけど、はい、思ったよりこう短くてですね、一気に取れなかったんですよ。あ、確かに、で丸みのある極太麺でございます、うん。で、思ったよりね、加水率が高め、まあ、粉を混ぜる時の水の配分が多かったんで、細かいな、つるっとした口当たりが美味しいということでございます、ね。さあ、そしてその話題のニンニクね、話題のラーメン太郎五反田店と比べて大盛り店はどうなんでしょうか、はい。深夜のニンニク最高というところからも入ります。時間帯の問題、自分の来店した時間の問題だよ。まあ、店の比較は、店の比較結果ね、五反田よりも辛さはちょっと控えめのニンニクが。あ、そうなんですね。でね、ちょっとまた角度を変えましてね、はい、食べていこうかと思ったけども、角度がもう決まらない、決まらない。なんで変えようと思ったんですか。まだ決まらないもんだよ。まだ決まらないもんだよ、うん。どうぞよ、整いましたか。カットっていうものできたけどね。いやちょっとリアルタイムでいろいろねありましたよということで、ポンド缶のブラックペッパーをね、かけていきますけども、はい。ポンド缶といえばなんですか。ね、穴を見てほしい。この3タイプに穴が分かれてるんだけど、あ、はいはいはい、このいっぱい出る口になってたら本当にやばい量出るんでね、うん。今まで触れてなかったけどマジで気をつけてくださいね、ポンド缶の場合は。すごい細かい解説だけど、ホワイトペッパーもあるんですが、うん、ホワイトペッパーの穴ね、ここになってますよね、はいはいはい。先ほどこの穴でも大丈夫と言いましたが、ホワイトの場合のこの穴の位置だったらもうどうなってしまうのか、はあ、これ注意してほしい。うわ、見てすごい。これ改めて見るとやばい量出てるね。解説してる側がそこ測りきれてない。まあ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 、今回かかってる方が好きなんですけど。じゃあよかったね、じゃあよかったよ。ダブルペッパーチーズというパワーワード、パワーワード、自分でパワーワードよ、自分で出してパワーワード言ったけど本当にうまいですからねこれね。まあまあよかったよかったそれは。そんなね、たっぷり調味料入れた、スープですが、もう魚粉が入ることでね、どろりとした濃縮加減となる混ぜそばには最適のまあ味付けではございましたね、まあ、そこにさらに客紹介してる、まあ、混ぜそばっていう、あ、そうそう、スープが結構もうセンスがいいですね、もう汁がもうあるものだと思うようになってきちゃいました、ね、あ、もはやね、うん。混ぜそばで汁がないものに出会えてないかもしれない。逆にね、普通のラーメンの見ちゃってるけど、そして懲りずにまたもう横からなんてもう取っちゃって、横からかもしれない、なぜ
上からマリコの大義語、ちょっと懐かしい、ちょっと懐かしいよ左手で見えないんだよ、じゃあダメじゃねえかよ、じゃあ書くとダメだったじゃん、ちゃんとしてくれ、もやっぱりこの角度なんだよ、もうあ、また変えてる、余計なことしない方がいいから、ほんと気をつけろ、もう終わったそう言ってる間にもう本当最後はもうあの自由に撮ってみたかったんで、いろんな角度からね、ずっと自由だったよ、反対側から撮っちゃうとちょっと入り口のお客さんも見えちゃう、まあそこは解除して、まあ、マシマシレベルとしては 86.5 ということでございます、はい、まあ、大森駅から非常に近いんでね、もうこれはもう見かけたら東口出たらすぐ行ってほしいお店なんだけども、まあ、私もね孝太郎なんで、やっぱりちょっと親近感が、本名はね孝太郎、孝太郎なんで、赤星は芸名ですからね、芸名なんで、ローカルなね、ちょっとまた話題が出ないけどあ、そういう意味では親近感が、親近感湧きますよ、だから正幸ってお店あったら行くでしょ、まあ、僕ね、あの下の名前正幸なんでね、マジで知らん情報が急に知らんけど別に知らなくていい情報があ、今日はねお二人でやってきましたけど、次はどこ行こうかなということで、ごちそうさまいやですThank you.